はい、こんにちは、ドクターベノムです。本日はアマングはそうやっていきます。村側の役職は占い師とシェリフです。占い師は1回占えます。あとスピードブースター、こいつは足が速くなるやつですね。これ2人います。あとシールダーですね。これはインポスターからの攻撃を防げます。ナイスサイエンティスト、これが透明になれる役職ですね。これも2人います。で、スター、これはですね、名前がなんと黄色く光っています。マジ、はい、マジこれはすごいわ。で、インポスター側の、役職はイビルゲッサーが1人、撃てる回数は2回です。あとイビルサイエンティスト、こいつはインポスター側で、透明になれるやつですね。イビルスピードブースター、こいつはインポスター側の足が速くなるキャラです。で、今回第三陣営として忘却者を入れています。忘却者っていうのは死体をレポートするとそいつの役職になることができます。なので基本的に死体見つかるのは村なので若干村有利かなと思います。ということで早速始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行くか。でーれんてんてんいいよ。海にゃ平安なんですけど、カ早々に俺が役職叫んでイビルゲッサーを殺すすべてを見通しちゃいますかね。あ、ちょっとダメ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 、それ君ひっくり返すっしょ。よくない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 。鳥がネイルチップひっくり返そうとしとった。アリエヌさんって、これあれだよね、実質オーバーウォッチだよね。あのソングラとラインハルトとルシオと何がいるんだっけ。さん、え、トマスさん、このマッチ実質オーバーウォッチじゃないですかそうだよ、おアペポこれはええんちゃいますか。もう可愛さどうよどうよ、この可愛さゴミと並んでも遜色ない綺麗さ。君光ってるね。本当だ、あれヒマジンさんいい色してるね。ヒマジンさん、おい、忘却者は俺を噛んでお前が俺の意志を引き継ぐんだ噛めないんだ。おもろ長月だよ。おい長月、お前やってきたろ。お前長月、お前やってきたろ。お前勝てない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 。ピザシュートみたいなやつだかな。あ、ヒマジンさん、ヒマジンさん、そこにタスクある。ヒマジンさん、そこにタスクある。やばい、人多すぎだろ。トーマスくんさ、黒です黒です。あの、トーマスくん黒です、多分。あの、僕、あ、もう、つられて全然いいけど、シールダなんで、パキーンって言ってたんですよ、トーマスくん。あぁわお、トーマスくんです。トーマスくんです。いや、シェリフでナッシュを噛みました。いやー、面白い。シェリフいないでしょ。いや、もう仕事し終えたと思っても死んでいいだろ。ありがとう。じゃあナッシュで一削れてるから釣られてもな、まあ、バランスだね。確かに。これで一郎落ちたって感じだね。バランス調理に入ったな。長月シールダーで、ヒマジンがスターです。ヒマジンスターなのか。え、ヒマ、そうなの。え、俺の名前を見ろ見ろ。なんだ、ヒマジンの黄色いだろ。よく見ろよ、マジで。生きって黄色くなってる。俺スピードブースターだからさ、ヒマジンから使ってくれ。俺以外の足速い人みんな白になってる。ただ、スピードブースターって、長月死んじゃった。スピードブースターって、そう、自分目線はちゃんと速くなるんだけど、1.5 倍ね。スピードの場合は。他の人目線だと急に飛んだりするように。あの、早くヒマジンさんも殺してあげてください。いや、ヒマジンはあえて残す。さあ、ヒマジンは残してもいいもんね。こんなやつにね、イビゲの能力使うのも。足速い切ってるやつ、どっちか抜いてあげよう、今度。頑張れ。うわ、怖っ。どっかのタイミングで残してるな。確かにヒマジンで使うと C をできちゃうっていう問題点がある。あ、確かにそういう問題がある。これは割と頭がいいやつがイビルゲッサーの可能性がある。これはトマト、レタス、これは玉ねぎ。おー、ビーグンスピードブースター対策、これ連打でみんな連打で移動する。これ連打足りないんじゃないの。やばい、俺の連打見て。おい、負けてる、早すぎ早すぎマジで早い、俺マジ早い。あれ、海屋さん、こういうのあいつら。ヤッチです、隠れます。タスクだる。あ、疲れてた。偉いね。うわー、マジか。え、アリエル？あ、死んでるやないかい。死んでるやないかい。え？あー、ベドウで死んじゃった。死んだと思った。ちょっとね、
アーカイブで死んでた。アーカイブ、アリエヌさんです。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 あれ、5秒前、あれ待って、3秒、2秒前まで生きてたの、俺。うん。ファイルのタスクして上行って下下がってきたら死んでた。そこにいたんだね。なんか死んでるやないかいっていうアリエヌのセリフが聞こえた、最後の。一瞬ペニガキが通ったぐらい。でもなんでアリエヌさんだ言い切れたの？他の可能性もあったのに、なんでアリエヌさんだって。さっき、俺さっきアーカイブ通って、ラウンジ行って貨物室行って診察行った時に、アリエヌさんが、はい、あのベノムさんと一緒にいたから、あのアリエヌさん噛んだと思った。ああ、なるほどね。なるほどね。まあ、その後の情報は知らないから。そう、死んでる。うん。ペニガキ釣ろう、これが大人と子供の信用だから、わかる、ペニガキ。お前が釣られんの、俺は大人だから釣られない。待って、俺野球言っていい？いいよ。釣らないし。もう釣られるなら、うん、じゃあ占ってよ。もう占ってる、もう占ってる。誰結果は？いや、やちしろ、やちしろ。まあまあ釣っても変わんない。これ釣っちゃダメなの、ペニガキ。いや、まあ、やちさんが隠し色になるかならないかがわかる。個人的に釣って色見ても全然いいかなって感じ。いや、俺自分に入れるよ。いや、もういいよ。ペニガキは、まあ、もういいよ、もういいよ。じゃあ本当にやるじゃあこいつはあのガキだからあの性に執着する。でも今してない、わかる。どういうことかわかるの、はい、こいつは黒。もう諦めてるだけだ。もう、なるほど。諦めてないと諦めて。じゃあ、うん、だって待って、そしたら俺全く見てないんだけど、ペニガキ以外見てないんだけど。ペニガキが黒でしょ。いやもう黒だって、なんで。いや、いいよ、黒でいい。絶対黒だって、だって別に白のこのガキがだって本当に白の時絶対ちゃんと否定するもん。俺じゃないって。わかります、俺じゃないって。これで本当に占いだったらどうしよう、俺涙出ちゃうんだけど。えっ全部見えないよ、みんな。これ見えない。何が？見えないよ。いや、わかんない。足早いやつ来ないな。大丈夫。アリエヌか。アリエヌですね。何してんだろう。イビルの、おお、花粉症イニの方が早い。普通に左スタートしてるイニの方が早いの、なんなの。どういうこと？アリエヌさん行ったはずだよ。あ、え、あれ、あれ、あれ、イニさんは？なんで？右は？あ、アリエヌ、イニさん行ったよね。は、なんで全員でこっち来んの？バカか？意味がわかんない。なんで全員こっち来てんの？バカなのか？え？向こう治ってないの？あ、治った治った治った。全員そっちいるやん。あ？あれ？なんで押せないの？押せないんだけど。押して誰か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 押して。お前、はい、なんかクリック連打してもさ、全然なんかホストを待っていますで、ね、全然できなかった。はい、アリエヌさんだ。じゃあ。じゃあ俺スピードブースターです。あ、そうなの。ちょっと待って、言っていいの？なんでそんな遅かったの、スピードブースターで。いや、なんか回線遅くて断定できなかったんだけど。え、ガチで誰もいない。誰も見てなかった。じゃあ左で俺ら、あのミニアさんと俺すれ違ったの誰だっけ、あの時。左？左やっさんか、あの時。だか。あの、ベノムさんが死んだ時左いたけど、昇降機から右側いたけど、占い師白もらってるんで、多分ね、朝日くんとヤツさんは違うと思う。あ、俺ずっとミーティング永遠にいたからさ、占い師白もらってるんで。あ、そうじゃん。あ、今回ね、いや今回じゃなくて、ベノムさん死んだ時じゃない。あ、ベノム死んだ時も、そうだね、俺キッチンで、そう、朝日くんキッチンでバカってる。それは声聞いてたから、多分そう。ベノムさんか、リエヌさん。あ、ベノムさんじゃない、あの、ファマスさんかリエヌさんってこと今、聞こえてない。そう、俺は、俺の動き説明すると、さっきは貨物室で湧いて診察通って電気からメインホール向かおうとしてる途中だった。もう誰にもすれ違ってない。なるほどね。うん、あ、で、ちなみに、ウミニャはアリエのスピードブースター出せるの？え、魔法の何々って言って出してたけど、回収悪すぎて、なんか。なるほど。あ、なんかマジで、なんか、キャラコンなのかな、なんか、全然俺と同速みたいな感じで扉出てた。同速じゃない、同速じゃない、同速じゃないって。え、でもなんか、一回、めっちゃ回線吹っ飛んで、俺も先に行ったから、まあ出せると思う。から、そうなると、ファマスさんしか浮いてないんじゃない、この人。そうそうそう。僕ですか？まあそうなるじゃん。いや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 、ちょっとちゃんと考えようぜ。考えたらこうなっちゃったな。まあ、ファマス違ったら、アリエヌじゃない。違ったらアリエヌ。あ、死んだ。あ、どっちだ。まあ、ファマス。ファマス確定でしょ。いや、ファマス確定になるでしょ。マジンさん、ファマス。マジンさん抜くか、普通、役職抜きだったら。どうなるでしょう。なんだ。プル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 。イビゲでーす。はい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 。
死に際に抜いたってことか。なるほどね。あとは花粉症に、ただまあ透明になれるっていうね。さあ朝日くんは役職を全うできるのか。あ、海に行ってほしかった。あ、右行けるよ、右行けるよ。行ってこい、行ってこい。オッケー。おい、イマジンさんか。そろそろ俺は助けやろうかな。俺今宝石に見よう。え、どこに助け？俺これ。デン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 あ、見えた。透明になる役職ってあるよ。テクさんが見えなくなった。そういうことだよね。オッケーオッケー。いや、もう大丈夫。じゃあここ3人全員一緒に鳴らしに行ってみる。鳴らしに行くか。一緒に歩いてこい。どうしよう。右行く、右直しに行か。今下で死んだ、今下で死んだ、今ちょうど下、俺あの下で死んだ。これ、イニンさんです。いや、イニンしかありえないよ、はい、イニンさんしかありえないですよ。どういう状況だったの、二人は。いやもう固まってるっていうか、いやもう役さんはもう役職分かってるんですよ。ひまつの役職も分かってるんですよ。そう、俺の役職も分かってるんですよ。いや、それはまあ分かるけど、役さんの役職も分かってるんですよ。あの、イビゲ落ちたんで言いますけど、僕はナイスサイエンティスト、はい、なんて、ナイスサイエンティストあるじゃないですか。海谷さんもナイスサイエンティストで、役さんもナイスサイエンティストで、俺もスターで、あの、俺の目の前でアピールのために全員透明になるんですよ、ナイスサイエンティスト。なるほど。俺の完敗仕分けか。そう、あの、無言で全員透明になるから、俺役職配分聞いてなかったから、俺びっくりした。あれ、楽かなってずっと思ってたけど、海谷さんも急に、全員透明になりますよ。すごいゴリ押しの白角取りに聞き方すんのよ、みんなね。なるほどな。以上、まあ、そうなっちまったら俺の負けだな。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、厳しかったな。ありがとう。びっくりした、ほんまに。俺ずっとラグかと思ってた。ラグのせいで見えねえのかなと思ったら、全然役職あるんだ。よーし。いや、ちょっと待って、イビルサイエンティストがあるの？まあ割とでも考える要素あっていいんじゃないですか。いつもとはちょっと違った。いや、だって普通に、だってスタート占いから白もらってる人の、うん、隠し色残っちゃったからね、うん、そう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 。まあ今回はいつもと違ってちゃんと考える要素がいいから、噛んでればまだワンチャンあったんだけど。人狼も足早いし透明になりますからね。そうだね。じゃあ、あのね、スピードブースターの足早の倍率上げるわ。あ、いいね。倍にしとくわ。おー、 1.5 倍絶妙にわからんね。絶妙だったよ。でもぶっ飛ぶんでしょ。ちょっと早いかな。1.5 倍2.5 倍にするわ。忘却者意外と活躍できないのかな。ね、第三次元変えてもいいかもね。あの、狐あたりにしとくか。うん、磨きごめんなーってしちゃって。許さねえ。陽子が入りました。代わりに忘却者が抜かれて。出た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 。磨き、次は一緒に行けよ。俺の一番嫌いなやつ、陽子です。そうだ、陽子だからシールダーが陽子か分かんなくなる。そう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 、それもある。試験陽子じゃん。行くぞ、行きましょう。はい。でもこれはさあ、役職なんだ。一番おもろい役職、面白いやつ。ああ、まあまあまあ。さあ、名前が黄色い人は。黄色くないね。黄色くないね。俺はナッシーをじゃあ見続けるか。あ、いいよ、見る、見ちゃう、ナッシーのこと。いいよいいよいいよ。でもどっから声聞こえた。あ、いるじゃん。On your mark set start。オンユアマーク、セッツ。嘘っす。ちょ、トーマスくん、50メートル競争しようぜ。こっち来て、トーマスくん、50メートル競争しようぜ。向こうの、メインホール、向こうのメインホールに、エンジンルームの向こう側までたどり着いた方が先、勝ちで。はいよ。いいよ。スタートのタイミングどうぞ。いっせーので。加速。ハハ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 ハ。まずね、まずまずなし、展望デッキにタスクがあるからね。オッケー。ああ。わ、あ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 、この場合、アサヒくんはどうすんの？アサヒくん？あれ？これアサヒくんがなんか怪しくなっちゃうから、通報入れた方がいいけどな。マジンが足早い。5、3、8、9、9、0。なんかさ、あれ
リフトで来たの誰？そっちなんか治んなくね？ああ、治った。誰も通報入れないで！誰も通報入れないで！誰も通報入れないで！俺がこのエリアを全部警備する。俺が一回全部巡回してくる。下にあるかどうか。俺が全部巡回してくる。じゃあ、行ってくる。ちょっと下来て、気持ちにちょっと。ザ・ボーイズ、はい。わかる？わかる？俺とお前、白。やってみて。やってみて。どうしたんですか？わからん。あ、電気。あ、じゃあ俺、直してくるわ。直してくるな、インさん。誰行くか言ってたの？ヤーさんの声したな、今。なし。今、消耗器だよ。あれ、どこで死んでたの？ほう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 。あれ？俺、全然今、早すぎて押せなかった。早すぎて気づいてなかったわ。足早いんだ。まあ、そこそこ直近のキルだとしたら、まあ、ウミニャーは弾けるかなぐらい。ウミニャーは弾ける。アサヒも最後失敗あったけど。どこ場所聞いて。アリエナは昇降機だ。武器庫らしい。俺、武器庫は宿舎前だよね、多分。で、俺がエンジンルームで、アサヒくんもエンジンルーム。ああ、エンジン。エノム、長月、と、ペニガキだか。ペニガキも無理じゃない？うん。アーカイブで見たし。今エンジンルーム見たよ、最後。あと誰だ？もう一人いなかった？いないか？ハマスはどこいたの？アーカイブから初期右のハイデマンだよね、多分。はい、あれ、ナッシーが死んでんの？うん、俺はやつと一緒に消耗したい。あ、そう、アサヒが出てきてね。アサヒ？ん？何？あ、いるわ。あ、ごめん。いる？俺はアサヒが死んでる。アサヒが死んだんだろう。え、死んだアサヒ？いるね、そうね。まあ、ナッシーが死んでるということで。え、じゃあアサヒ死んどっか。あれ、アサヒ？え、アサヒ？え、生きてるの？生きてる、生きてる。俺もアサヒ死んだ描写が見てる。直近で死んでるっていうか、あれじゃないの？停電の時多分死んでるから、上の方を。まあ、バグってん。え、死体の通報がどこなの？武器庫です。武器庫。武器庫でしょ？アーカイブの人は弾けるとは思うけど、俺は。直近であれば弾けると思う。直近かどうかすら分からんけど。あ、そっか。いつの切るか分かんないって話。しかましてどっちから来たんだっけ？俺？うん。俺、エンジンルームから宿舎上がって、昇降機行って、その後、エンジンルームで。あ、そりゃそう。ガチガチ。俺が行くよりファンス先にいた上に。ヤチと朝日、アリエヌ、ウミニャは？アリエヌと昇降機ですれ違ってる。自分ミーティングルームの上で誰か来るかな。いやー、どこ入れたらいいか分かんねー。インイン決めろ、インイン決めろ。まあ、殺意ファーマス入れるわ。待て。オッケー。ファーマスと思ってなかった。まあ、入れないのが一番やばいからな。いや、無理だろ、あの速さでファーマス入れろって言われても。しょうがない。いや、すまん、これはすまん。俺、あれだわ。死を恐れて、結構そのスター隠し城だからさ、死を恐れてあんまりなんかその噛まれない位置にずっといたわ。それのせいで、そう、スピードブースター村側だね。あーで、え、人狼が思うんだっけ？え俺の画面だと死んでいたはずの朝日が。ノットアリエヌヤチ長月。これはペニガキと今シャワー室だね。ウミニャさんは一方のエンジンルームでは湧いてない。右でも湧いてないは。湧いた瞬間はトーマスペニガキで、俺とペニガキが上行ってる、うん、で俺が診察電気石キッチン。ん、死体置どこ？え、ボタンでしょ？ボタンか。俺さ、なんか死体がボタンを押してるからわからないんだけど、何も。え、トーマスくん、トーマスくん、部屋主だけど、アサヒくんってどうなってんの？生きてる。あ、生きてんの？生きてる。あー、なんか、わかった。あー、うん。ネタ始まった？メタ見つけた？え、それ、あれじゃないの？え、言っていいの？何ですか？え、4個の時の共同じゃないの？それ。あー、そういうこと？え、じゃあ、ゲッサーさんちょっと一発試してもらって。あー、確かに。アサヒ、キツネ、ね。なるほどね。これってさ、どういうあれなの？あの、キツネを噛もうとして、そう、パリンってシーダー弾かれて、でも、さっきの誰々がどこにいたみたいなさ、話をちょっと改めて聞いてもいいですか？俺、スターでさ、わざわざ抜いてくれた？貨物で、ベノムペニガキと湧いて、俺は下行ったのね。ペニガキと上行ってる。これ、で、俺がキッチンまで行けた。何？あ、まあ、ひまじめはスピードブースター切りしてたから、それはしょうがない。なるほど。あ、やべえ、これでもうキルできない。外したら終わり。うん。いや、でも、これでスピルはできなくなった。面白すぎです。俺、スターです。スピードです。スターです。透明です。だったな、あれ。シルダー。サイエンティストです。シルダーもいるね。アリエヌが占い。で、ペニガキ。アリエヌ。え、俺も占いだよ。え、何？あー。ペニガキ、よし、ここで入れたトーマスくん黒になる。よいしょー。おいおいおい、ペニヤキ、わざわざペニヤキキツネ抜くのバカだろ、あいつ。占いで出るの
強いな。占いで出るの強キャラじゃない？強いな。もう仕事終えたからってこと。なるほどね。もう一個。いやー全然わかんなかった。ちょっとあれだな、スターはやっぱ難しいわ。あ、やられた。感動感動だ。シールド作りはぐってた。いや、ペニガキは仕事した。ナイスだいや、あのね、スター目線何にも情報が分かんなくてさ、あんまり動いてなかったから。イマジンさ、俺スピードスターでさ、遊んでたんだからさ。あ、ちなみに言ってくよ、あの、ファマス全然普通に歩いてるだけだって、俺知ったみたいな。ファマスは、暇人見て、暇人見て。暇人見て。てかさ、アサヒくん普通に通報すればいいのにな。なし。俺が殺した瞬間すれ違ってるから。いや、ヨーコだからね。いや、でもヨーコだから白くなるじゃん。そう、なんか怪しくならない逆に。なんでつ、あ、もうヨーコだわって思ったけど。待って帰ってこなくなっちゃった。噛んでるし俺一個確認のために行きましょう。行きましょう。はい、レッツゴー。レッツゴー。ちゃんとあれだな、なんかみんなの位置情報を落とせるようにならないとな。さっきのスターはただ孤独に生きていただけだった。俺探し回ると人々を。あ、面白いの来た。いいね。これは面白いね。ヤチ、トーマス、アリエヌ、ナッシーが脇ね。タスク多いから。どこまでもナッシーついてるよ。本当？でもそれで噛んだりしちゃダメだからね、ヤチ。でもついてくんだったらちゃんと敬意。ガブガブガブ。おち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 、3人で固まろう。これ誰かが噛めばそのまま通報できるから。食べるの好きなの？そう。基本的に人間ってのは人と一緒にいるべきだからね。スピードブースターの好きなの？あ、ほら、ほら、もう5人になった。うわすごっ、あ、こんな早いんだ。うわすごっ、やばい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 。やばっ、スタックした。あー、めっちゃ楽しいこれ。俺スピードブースターのスキル使った今。めっちゃやばいな。待って、俺ここにいびきいたら死ぬ。隊列組んでる。どーい、ご飯に使ったんだ。よし、やばい、どうしよう。俺ベノさん、はい、俺次の会議で死ぬかもしれないよ。まあ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 。俺結構な人たちの目の前で役職を開示したよ。まあ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 。どこだ、タオル。タオルね、多分ね、そのね、中入ってたりすることある。あったあったあった。あるっしょ。えい、ナイスー。お前も噛む。噛んでみろ。噛めるもんならな。なんか、微笑ましいね。天才的なことを考えた。診察室見といて、死体が見えた瞬間、俺は走り回る。I'm genius. I'm ready. 行くぞ。ここで働くぞ、俺が。ここから。ここからが勝負やからな。見とけよ、お前ら。自分がいただいた能力を最大限生かす。俺の本当のこの役職の使い方。みんなあるよ、みんな。はぁ？待って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 。あ、朝日が。シェリフってこと？違う違う。なんかトイレの目の前を通った朝日が急にパシュって消えた。海側は絶対違うかな。ペン書きも違うかな。やっちイビルサイエンティストでしょ。透明中だけど。ああ、そういうこと。海側とペン書きは俺死人してた今。なしやちでも死人とは言えるよ。地紙じゃないもんね。まあワンチャンあるけど。じゃあ、ほんと1秒だから。即通報はインニさん言った通り合ってる。で、ハマスは誰かといた？いや、俺、普通にその後貨物室の方移動して、診察の方移動してた。ほうほうほう。死人取れてないのか。暇人さんは診察室。じゃあ、ファマスと暇人死人取れてんの？入ってないらしい。でも俺ずっと診察室見てて。だからイビルサイエンティストだとするとどっちかって。診察室入ってない。前。診察室には入ってない。アリエンさんは？で他死人取れてない人は？アーカイブか。アーカイブいた？アーカイブいたのにさっき言ってくれなかった。海にはペンギガキ見た？アリエン。いやー見てない。嘘でしょ。下の方だよ。俺も見てないよアリエン。イニンさんのところで一緒に帰ってきたじゃん。ベノンさん。俺ベノムさん以外と喋った記憶があんまねえ。いや俺もアリエヌアリエヌだったら喋ってるだろうから。あれ覚えてない。ちょっと待って、イニさんだってトイレ行ったでしょ。イニさんトイレ行ったでしょ。うん。でそこにいてって言ったでしょ。どうだったかな。ベノムさんと会話した記憶だけある。悲しいな。こいつらくれよ。どう発言されてる？インタロクローナスでさ、ありえなくない？ 4人だよ。4人そう、黒くなりえないんだよ、この人数。容疑地が暇人ファマスで、ありえのも入ったぐらいでしょ。そう。俺、アーカイブいいかわいそう、なんか、ありえの。あと、あれ、かわいそうだよ、昇降機のところでトーマス君と別れてるから、ワンチャン位置的に。ああ、頑張って走ればいけないこともないと。そう。まあ、透明だからな。長月決めな。5秒までに。あ、ありえぬさんじゃない、普通にこれ、なんか、透明であること忘れて、なんか、一人で。違う、いや責任は長月が取る。やばいな、イビルゲッサーが
消えてくれないと俺は苦しい。いやでもあの中にイビゲいなかったってことか。誰がいたっけな。シェリフじゃん。え、いなかったよね。ちょっと待って、一旦待って、ヒマジンさんこっち来て。まあいいけど、ペンギャキいなかったよね、あいつ。いなかったよ、多分透明じゃない。でもあいつシェリフだよ。え、バグってこと？能力ないもんね、別に。これもっとこっち。え、なし占いでファマス黒ね。え、なんならスワップしてもいいくらいだと思う。スワップというか、ヒマジンさんが占いで出てる。俺らが…サボ鳴らさない。え、でもまあ、サボ鳴らさない。次、証言なかったの俺かファマスでしょ。そうだよ。うん、他は大丈夫、とりあえず。アリエルの証言出さなかった人たちもちょっとどうなのって思うけど、いや、本当に見えてないんですよ。申し訳ない、まあ、うん、それはじゃあアリエルが悪いわ。うん、1落としたいな。じゃあアリエルの、ヒマジンさんなんか役ある。いや、ヒマジンじゃなくない、そういうの。なんかさすがにハマス、ハマス欲しい、ハマス欲しい。いやいや、ちょっと待って、ハマス欲しい。待って、一回考えてほしい。俺さ、さっきさ、一番最初に釣られたんよ。いや、待てる、関係ない、関係ない、関係ない、なんで釣る前の人、意味が分からん。もっとゲーム楽しみたい。俺はもっとリーダー。ハンセン、ハンセン、ハンセン、ハンセン。オッケー、オッケー、オッケー。楽しまさせて。でももう黙ってファマス入れよう、じゃあ。いや、俺を楽しまさせてくれ。このゲームを楽しみたい。いや、もうだって。心から。占い残ってたら、占っちゃっていいと思う。あ、もういい。私が人狼です。あ、はい。あ、いいね。ヒマジン君と委任さん頼みました、残りは。俺がファマス押すね。いや、ちょっと待って。ナッシュ、めちゃくちゃ寄せてくるやん。え、だってさ、だって出てほしいよ。いや、わかるわかるけど、ええって、ゆっくりやればいけるって。まあまあまあ、一旦ね。ありえるな、普通に、あれだった。うん、そう。うぇい。ガキと絡みたくねえから、どっか行ってくんねえかな。あ、ヒマジン見て。ん？ヒマジン、ヒマジン。何？ヒマジン、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 バーン。ヒマジン、透明になれない。ヒマジン、透明になれない。俺は早くなれる。お前か、スピードブースターよ。やったぜ。あれ、イニーさんの声が聞こえる。アリエル様、あれ、俺姿見えない？見えない。イニーさーん。ここにいるよー。うわぁ、そういうことか。え、どういうこと？あ、スピードブースターかよ、クソ。いや、これ、ヒマジンさん、マジ占いで語っていい？透明になれる人。トーメンなれる人は？トーメンなれる人は？いる。止まってる、止まってる、止まってる、止まってる。いや、何？俺右倒してくるわ。いや、これウミニャンが見ちゃったから。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。多分イニ、多分イニ。え、なんでベルムラッシーが死んでる右側だな。イニンが来た、これで俺ら死んだら、あのウミニャンさん釣ってほしい。イニンが来た方向から、あの、宿舎前に他いたんだよ、大体。いや、でも俺待ってほしい。俺、ファマスが釣るきっかけになったの僕ですよ。待ってほしい。ファマスを釣るきっかけになったのが僕じゃないですか。僕が目の前で透明が噛んだっていう証言を落としてるんですよ。いくらでも。ベノムはアーカイブ脇。ベノムはアーカイブ脇。え、どこで死ん？あ、役出し切ってもいいだろう。もう逆に抜かれてもいい。メインホールで死んでたの。二人抜けるんでしょ。ヨーコいるから、ちょっと待って。抜きすぎるの良くないのこれ。ウミニャ、お前ヨーコだろ。いや、長月ペニガキが隠しろ。何かというと、隠しろ。で、今回のキル関われるのが委任かやつぐらい。で、自分とずっと監視カメラに見てて、ペニガキとかが金庫室とかにいるのずっと見てたら、なんか委任さんが来て、委任さんがなんか動き怪しいなと思って、委任さんが来た方向来たら、普通にベノムさん死んでた。カメラ見てたの本当だから普通に委任さんでいいよ。よし。カメラ見てたのに動き怪しいなっていうのも証言おかしくない？あの、やつだっつって来たから、その瞬間にカメラ外したら、イニーさんがなんかスッとこっちに寄ってきた。いや、長月お前が指名するんだ。長月お前が決めろ。え、でもさ、さっきのさ、釣る流れ的にさ、イニーさんである理由がわかんないんだよな。いや、だからカメラ見てたのやつじゃん。いや、俺は長月に従うよ。あ、え、どういう死んじゃったし、ペニガキに従うか。どう、イニーさん、ウミニャさんでしょ、これ残り。いや、うん、多分それでいいと思うね。だって何も切るじゃないのに。しかも俺はウミニャさんからやってもいいと思うけど。ほう、つまりヨーコ残っている可能性をはある。全然どっちどっち、長月どっち、どっち。あ、ごめん、僕イニーさんに入れちゃった。はいはい。え、やっばこれシビアで速攻スイッチ、速攻スイッチ。クソ、締めてんじゃねえよ。うわー、
おい、トーマスか。やばい、これ、こいつやってる。おい、なんか、あ、おい、なんか、お前、暇人陽子だろ。お前、暇人陽子だろ。トーマスくん直してるな、これ、今。協力しようこに負ける。ああ、トーマスくんどうしよう。俺これ直した方がいいのかな。俺勝ちてんだけどな。くっさ。お、トーマスくん勝った。くっさ。なあ、足んなくなった。いや、俺暇人かやつどっちか陽子だと思うんだけどな。ずっと待ってたけど全然直んない。あ、だよな。なんで勝んだ。え。もうよくわかんないから、ヨーコとか。あの、これヨーコの勝ちになっちゃうんだって。あ、そうなのこれ。ヨーコって。ヤスさんがヨーコなんだってこれ。あ、そうなの。なんで知ってんの、なんで知ってんの、わかるだよ。わかるんだよ。役の配分考えたら、ヤスさんがヨーコ途中から、あの、クニーさんの通話面でお前しかヨーコいないんだよ。どう考えても。やだよ。ヨーコじゃないよ。クニーさん、僕たち負けです。あの、また俺ヨーコの使用を理解せずに、この状況になってる。やめてよ。ヨーコの勝ちっす、これ。バレないと思ってたのに。俺また僕を打ってください。僕を打ってください。皆さん。いや、もうないんだ。数。あ、わかりました。じゃあ僕を打ってください。あの、噛んだらダメっす。うわ、なんか、俺、よく知らんだ、このゲーム、ほんとに。PVP だと思ってるわ。普通に。まあ、あの3人になったらもうヨーコ勝ちです。いや、初めてヨーコで勝った。楽しい、このゲーム。ヨーコ抜いてくんねえかなと思ってたけど、普通に村下と抜いたら。ああ、そう、ヨーコに弾とか残した方がいいのか。ある程度は残しとくことも検討した方がいいね。ヨーコの。なるほどね。あ、すげえ。やめましょう。スピードさ、速すぎてさ、サイエンティストと見分けつかないんだけど。俺もそれ分かんない、どっちなんだ。マジでやばい。なんかさ、抜けるよね、なんか一瞬で消えない、あれ、なんか。そうだ、一瞬で消えて一瞬でどっか現れるから。透明で殺されることあるし、ぐちゃぐちゃになってくる。皆さん噛んでたやつのこと、あの時。いや、噛んでませんでした。いや、俺これ以上噛んだらちょっとヨーコが勝っちゃうかなと思って、あれ噛んでたってちょっと変な動きになったわ、あれ。あー、やっぱりそういうことか。暇人ヨーコ。暇人ヨーコね、オッケー、釣るわ。暇人ヨーコ、了解、オッケー。暇人ヨーコ、了解。未来しもちのガキ現れたんだけど。ボタン押し釣るわ。暇人ヨーコ、暇人ヨーコ。ボタン押し釣るわ。頼む。ガチヨーコなんだけど。暇人ヨーコ。暇人ヨーコ、ヨーコ、ヨーコ。ペニガキ、お前に俺の未来を託す。ペニガキ、長月さん、お前にお前。はぁ、ヨーコが、人狼は釣れました。よろしくお願いします。ペニガキが喜んで、俺、ペニガキに運命託そうと思って、シェリフで噛んだら、ペニガキ死んじゃったわ。これさ、あ、これペニガキの意思をついて暇で釣らないでお金。あ、いいよいいよいいよ。あり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 。ちょっとみんな投票しないで。あ、でも投票しちゃったか。暇人人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 これか。これか。この前もこの現象になってたな。くんさんが。暇人ちょっと静かにしてね、ペニガキ。ちょっと静かにしてね。ペニガキ、ヨーコね。じゃあ、ファウスは、じゃあ、暇人、隠しろだね。俺、隠しろだね。ペニガキ、ありがとうね。ペニガキ、ペニガキのおかげでありがとう。ね、それ目線だと、ペニガキがまだ。ダメだよ、ペニガキ。え、これ他に聞こえてんの？いや、多分俺だけで聞こえてるの。で、そう、ペニガキだけが生きてることになってて、多分投票終わんないから。これ暇人聞こえてない。入れちゃったから。どっかのターンで俺がペニガキだけに入れたい。今回は別に何でもいいけど。おますく？どうしたペニガキ？暇人に聞こえてないこれ。聞こえてないよ。暇人になんか伝えたいことがあるらしい。あ、ユニコーンだ。ぜひぜひ。俺タロウ。何？何？俺太郎使ってるもん。俺太郎って何で。俺太郎。やばいな、これ大川隆法やってるこれ今。じゃあまずいまずいまずい。ペニガキを下ろします。ペニガキを今下ろします。勝手に降りてきた、勝手に降りてきた。取られとるやん。最悪だ。いや、今トーマスくんペニガキと今ね会話してるから。もう最悪だってずっと言ってるわ。あー、なんか音量になってるかな。じゃあいいや、今スキップでどっかのタイミングでペニガキだけ釣りたい。暇人についていくからな。おい、音量いるからな。あー、もろ。俺が押そうか。押してペニガキ釣る。あ、いいね。責任持って処理するわ、この自爆霊。音量自爆霊の事例をするな。俺は払う。トーマスくーん。
ずっとマスクで。ああ、多分俺にしか見えてないんだろうな。ペニガキがここにいます。ペニガキがここにいます。いないよ。あそこちょうど殺害現場だから多分霊としては強い。失った悲しみが。入れちゃダメだよ。みんな入れちゃダメだよ。縛りつけられてる。知らないでほしい。ごめんね。お前はもう死んでるんだ。ごめんね。もう死んだことに気づいた方がいい。トーマス君、まだ死んでない。今対話してるから幽霊と。そうだね。君はもう死んだんだ。感動アニメ始まったもしかして。マジ？今ね。死んだことに気づいてない。現世の思いが届かないんだよ。次やったらぶっ殺すからな。次やったらぶっ殺すからなと申しております。彼は。やばい。やばい。音量になってるこれは。呪いが。いやこれ成仏させるの大変だぞこれ。いやーペニガキ弱かったなぁ。バチクソ料理やん。お前のこと一生呪うわ。一生呪うって言ってる。イマジンヨーコお前がヨーコ。それはそうかもしれない。イマジン、どうしたね、お前呪うからな。呪うからな、だって一生呪ってるわもう。呪ってもお前はこの試合負け。勝ち。いや勝ちだって。いや意味が分かんないな。いやいいな。キッズらしくて。マジお前噛まれてる。恨まれてるやん。じゃああれだね、人狼の人もう思いを背負って暇人噛んであげるしかないね。まあでも普通に隠しろ残しておくのは結構あれだもん、ね。そうね、隠しろいっぱい生まれるからな。あと占いとかも出るだろうし。そうマジ噛まれて死ねよ。スターシリフ出ましたと。でも結構これあれだよ。スターもう出てんの。いやまだ出てない、まだ出てない。もうすぐ出ると思う。まだ資格なしね。ベニガキがスター。ベニガキスターだから。見た目黄色いから。俺でも黄色くない？ほら。黄色くなるっつってたじゃん。スターの資格なしと。いいな。一番かっけえ。そういうの。自分は嫌だ。じゃあな、ベニガキ。嫌だって言ってもつるんだよ。ベニガキ、行かないで。おもろこれ。ここまでの会議長かったなぁ、ずっと海にゃ。キツネだから呪いがなおさら強いんだろうな。ようやく成仏したわ。誰にも呪わねえ。お、海にゃだ。こんにちは。お、こんにちは。こんにちは。これさ、これってさ、見ていいのか。まあいいんじゃない、別に何にも言ってないから。まあでも、あんまり溜まりすぎるのも面白くないよねってことで、あんま見ないように。オッケーオッケー。またねー。ね、一生ローディングしてんだけど、どういうこと？今日一生ローディングして、俺の世界暗いよ。この俺の人生、これから暗いかもしれん。ああ、俺の人生みたいだ。お先真っ暗。さよならって感じ。おい、この右下のやついつまでいるんだよ。いつまで走ってんだよ、こいつ。この緑のやつ。舐めてるだろ。あ、長月。ついてくんな、ついてくんなって。え、なんでだよ。おいおい、村の方がバカ野郎。いや、ついてくんな、ついてくんな、マジ。あ、わかった。わかったな。でもわかったな。わかったな。お前みたいな。おいおい、イニンです、イニンです、イニンです。目の前でイニンが、噛んだ後、ポンって出てきました。あ、こいつ、マジで、サイン。おめでやった。どこイニンサインディスです。通信室の下の通路のエンジンルームの、武器コートのエンジンルームの、間の。そっち側からイニンさんが現れたから。早くね、結構早い。足早の人が通りがかった時もポンって出たりするから、その点だけは伝えてない。あのね、スピードブースターっていうのはあるかもしれない。違うんだよ、イニーさんがね、自分メインホールでやったんだけど、こんにちはってすぐ消えてたのよ。一瞬だけ出てる。消えてたよ。一瞬だけ出るとか多分できないから、本当に足早いやつだと思って。足早いやつだね。いやー、ちょっとごめん、俺早すぎて時代に置いていかれちゃったわ。あ、申し訳ない。あんまりにも俺が早すぎたわ。ちょっと追いついてなかったね、まだ。うん、追いついてなかったね。俺もスピードブースターやりてぇなぁ。1点弾いってるなぁ、イニーさん。いやぁ、暇人さんをなんか、ちょっぱやで探そうと思ったんだけどさ、名前黄色い人見て、噛んじゃった。でもこれでまあ、隠し人1人減ったから。まあ、無自覚だったからしゃあないよ。よし。いっけー。キチューン、キチューン、キチューン、キチューン。朝日くんさっきなんか通報してたから白目だから、朝日くんについていく。やったな。え、トマスくん？足速いからえぐい、これベルさんがシャワー室からさ、ここにワープしてきたんだけど、今噛んじゃったね。見えなかだね。
やばい、重なってたね。違うね、あのトーマス君完璧だったんだけど、ベノムさんがあのスピードブースターで加速して一瞬で移動してきたからトーマス君見えない状態で。びっくりした俺、なんかトーマス君あいるな、暇人の声もするなと思ったら次の瞬間赤くなってて通報ボタンが暇人いるやんけって思って噛んだらいたね。反射的に噛んでしまったと。俺もびっくりした。ずるいって重なるの。まあ、あの、ヨコ探さん、まず。あ、ヨコ、オッケー、ヨコ探すか。ヨコ探さん、ヨコ。はい、探す。またこれですよ。自分釣ってる暇ないよ。そうだよな、自分釣ってる暇ないよ。ちなみに今ヨコなんつってるトーマス君。もう聞こえないんだよ、釣ったから。大丈夫か、トーマス君、あの、相方に遺言とか。特にないです。特にない。特にないです。あ、長月。何もないです。はい。人狼だよね。違いますよ。いや、長月ちゃん人狼だよね、これ。いや、違いますよ。海で占い師だぞ、これ。長月黒です。これ海で占い師で長月黒です。え？無理だって、これ状況的になってよ。これさ、信じてさ、削るぐらいしないと無理でしょ。だって何人残ってるの。え、今適当に言ってただけで、ミネがねえ。だ適当に言ってたっぽいから、いやごめん、そっか、俺が悪いなこれは。いや どちらにせよ本当に抜く覚悟はあったと。イビルゲッサー怖いけど、イビルゲッサーの回数減らすために言うね。俺ナイスサイエンティストなんだ。めっちゃ煽られてるじゃん。わかります。占い師なわけないだろう。ごめん、俺が悪かった。なんかさ、抜こうとしてて、なんかあれなんかなと思って。いや、海はナイスだったな、今のは。今、ね、テクイな海さん。ちょっと騙されて。今、俺、陰キャ転生の作戦を。隠しろっていうかさ、役が分かってるところ残してくんないとさ、イビルゲッサーの働くことができなくなるじゃん。全然、俺、沸かしていかないといけなくなるからさ、なんか、変なのにさ、俺、あのさ、あの、これ、あれだもん。どうしようかなって、なんか、おかしいな、あれ。ボコボコにされた試合だったな。ラモンガスクロービニャー大川蓮舫高齢ドンピシャでなんかやばすぎ。はい、ダメです。ちょっと勝ててないから、イビルゲッサーもうめちゃくちゃ打てるよ。もう5人ぐらい打てるようにしとこうぜ。イビルゲッサー5人打てるようにしたわ。そう、5人打てるようにしとこう。役つかした瞬間死ぬと思いない。役つかした瞬間死ぬと思いない。スター 100% 死ぬ。やばい、もう気持ちよく走りに行こう。確かに。やべえ。おお、まあ、やばいことある。ここはしばらく出ないね。自分はまだしばらく出ないね。やっぱさ、後から登場するもんじゃんね。後から登場するもんだよね。うん。何何何何、スピードブースター対策。俺の夜ご飯、俺の夜ご飯、よし復活。何してた？は？何何何。これ俺1億パーセント死ぬ。あ、あ、ファマスいた、ファマスいた。よーファマス。いや、ちょっとね、あの、今まで俺はちょっとファマスをね、ちょ、俺のせいで釣りすぎてしまってるから、俺今回はファマス守るわ。俺のせいで俺4回連続釣りするで。いや、任せて。俺今回ファマス守るわ。なんですか、急にさっきから。大丈夫、俺は透明だからまだバレてない。大丈夫、大丈夫。いや、もうくっきり見えてますよ。くっきり輪郭見えてますよ。俺は誰が何と言っても透明なんだ。あの、お風呂にさ、侵入するさ、会社で皆さんの演出者いて。ここで押すの黒でしょ。イニさん。ここで、え、え、まさか、面白いやつだな、お前は。目の前で消えたのは何ですか。あ、え、お前マジで、え、こいつマジで言ってんの。面白いやつだな。本当に朝日くん意味がわかんないんだけど。そういう CEO だった、今。いや。これで黒だったらまあ納得はするけど、イリンが目の前で消えてびっくりしてボタン押したのね。びっくりしちゃったかー。イビルゲスト朝日くん何発撃てるかわかる。マガジン5発入ってるから、まあまずヤツさんが死んでしょ。待って、あの俺さ、今お前はヤツさんを殺した、わかるか、この朝日くん意味が。お前が今ヤツさんを殺して。俺さマジで、あのルわかった、わかった、朝日くん、部屋変わった。これでイリンが撃たれないってことはイリン黒なんじゃないか。だよね、確かに。っていうのを読んであえて撃ってない可能性もあるぞ。わかんない、そんなの。目の前で聞いてびっくりしたから、やっぱ意義つんないと、これは。これで違った。朝日くんが間違うわけないもんな、これでな。確かに。朝日はどうしたい。朝日はどうしたい。信じる信じる。とりあえず委任するぜ。マジで。バラの道進むね、朝日くん。なんかもう戻れない道行くよ、今から。いい、村でやってくれ。この部屋でボタン押すのマジで終わってる。あ
あー、あー、夜飯の卵焼きがうめえわ。これない。わあ。朝日くん、朝日くん、え、わかるよな。朝日くんわかるよな。何？え、これわかるやん。何？いや、あの、え、でも朝日はどっち？じゃあ朝日くんがシェリフでやってくれて今、多分白っぽい。あ、そういうことか。なし信じるよ、でも。俺は、いや、朝日くんがやるって言って。ガチ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 。いやー、朝日くんすごいな。すごいね。結構裏のために頑張ってくれてるじゃん。じゃあ、朝日くん目線暇人が噛んだってことかな？うん。こいつ何、食ってんじゃん。腹立つだな。この態度腹立つだ。さっき飯取りに行っちゃってさ、本当に何も分かってなかったんだよね。お前は今、二人を殺したんだぞ。じゃあこれからでも暇人も死ぬから4人死ぬ。いやごめんごめんごめん、そう、大丈夫大丈夫。いやごめん、俺もう諦めた今の、ごめんごめん、俺が悪かった。わかるよ、暇人の気持ちは。俺分かった、暇人の気持ちわかるよ。なんもない、なんもない。お前が悪い、お前の人生が悪い。いや俺が、いや間違いないわ。俺が悪かった。人生が悪い。俺が悪かった。ちょっと、うん。いや、俺はスキップ入れるけどね。ゲッサー紳士じゃない、ちょっと。ちょっと、だいぶ紳士だと思う。え、ゲッサー分かってない、もしかして。分かってないよ、俺。分かってない、かけろ。いや、朝日がごちゃごちゃ。まあ、そらそう。まあ、そらそうよな。大丈夫だよ、これ。なつき？ちなみに、あの、あんまやるとあれですよ。よく勝っちゃうからね。また人狼が何言うの？人狼2と。ワンちゃん、朝日くんが陽子でさ、超華麗な立ち回りしてる可能性ない。8人か。2人噛まれたら終わる。バカか、それは。こんにちは、長月さん。こんにちは、なし。こんにちは、こんにちは。長月くん何？え？役職何？言いませんよ、そのイビルいるのに危なっかしい。俺、大阪旅行行った時さ、暇人にさ、一日前にさ、ドタキャンされてさ、普通になんかうざかったから、殺させた、なんかもう俺、関係ねえわ。あいつ、天才だな、朝日。あいつ、やる気じゃな、絶対あれ。怪しい。怪しい。え、押せなくないそれ。押せる、普通に押せるじゃん。めっちゃ怖くなかった今。怖かった。怪しすぎる。ファマスさんめっちゃ怪しいよね、これ。結構怪しいよ。めっちゃ怪しいよ。スピーダー系でしょ、だってファマス。ただ動きだからみたいな。そっか。朝日くんは押したいんだね。じゃあ押してあげるよ。押したかった。じゃあ押してあげるよ。何何何何。どうしたい？何？え、人狼2陽光1スピードブースター？わかんない。ペニガキは何だったのかわかんない。え、そのなんか人狼一人減ってなかった？うん、だペニガキが人狼で、イビルは暇人がシェリフ。イビルは死んでないか。イビルはいる。で、ペニーさんは透明か支配のどっちかは死んだ。で、陽子が誰？いや、多分ね、透明化だったらキル起きてると思うんだよな。で、イビルはあと3回撃てるのかな。え、そう。多分すげえ雑な話するとアリエヌかなってすんだけど。なんで？いや、だってねえ。どういうこと？あ、まあ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 、ベノムさんがそう感じたのなら。いや、ちょっとイビルゲッサーの手癖なんだけど、投票遅い人がイビルゲッサーなんじゃないかなって。いや、まあ、すんごいメタ的なこと言うと、あまさか右の昇降機のやつ直せなかった。うん、押せなかった。押せなかったか、そっか。そか。押そうと思ったらはしごしちゃって残っちゃうんだ。あ、そっか。あ、じゃあいいや、じゃあいいや。あね。うまく押せんかって。なんか、押そうと思うと、はしご残っちゃって。なんか、直すつもりないんかなと思って。違う、めっちゃ怖かったもん。押そうと思ったんだけど、そうとしたら。なんか、めっちゃ怖くて、いけなかったもん、俺、足、あそこ。違う。あそこで暇人抜くのが遅いやつだよな。まあ、残ったのは、ウミニアンですが、長月だけど、投票でね。あ、投票ね。うん、そうそうそう。抜くの遅いやつ、遅いやつ。長月か、アリエヌ。いや、でも、そう。なそこら辺じゃないの？だって何気にファマス、まあ、でも長いや、よし、アリエヌ釣ろう。アリエヌ、なんかあるなら、なんかあるなら言っていいよ。なんかある？サイエンティストだけど。ごめん、投票しちゃったわ。嘘でしょ？サイエンティストね。サイエンティスト？うん、よし、入れよう。アリエヌ釣ってる。ダメだ、これで受け身になったら負けるんだ。今サンナワだから釣っていかないって。うん。え、待って、なんで俺いつも釣られるの？おかしいって。ああ、不つまんな、アモンガス。なんかアリエヌさん愚痴ってやんの？ちゃんとイビルだし。噛めばよかったね。噛むタイミングねえよ。強いて言えば朝日くんやるかどうかだったけど、朝日くんと一緒に行動したり見られてたし。全部元から狂ってるくせに、なんであいつ系統があるみたいな。お前のせいで全てが狂ったんだよ。狂ってね、元からお前がゴミなんだって。いや、ゴミじゃない。なんで役職ない。ないもんはないだろうがよ。
役職ない人いません、このゲーム。います。誰ですか、誰がいるんですか、役職ない人。役職ない人誰なんすか、役職ない人って。長津さんって役職何？役職ないってはそんな恐ろしいのか。いいじゃん、だって確率論的にさ、7分の1だよ、ナッシーがイビルゲッサーの確率なんて。いや、まあそうだね。え、そんな7分の6で村人なのに教えてくれないの？え、どうする、押さなくていいのあれ。いや、押してもいいよ、別に。押してもいいけど、ただほぼほぼ運ゲーになっちゃうから、まあ、どうかなみたいな。とりあえずちょっと一緒に行こうかな。いいよ、いいよ、一緒に行こう。左の方に長月さんいたから。うわ。あ、いや、どうしよう。あ、これ言ってたけど、俺の役。あ、いいよ。お。二人消えた。あ、まだこの辺にいるな。マジックみたいにさ、今、二人が交差したところにいるの。ちょっとわかる、ちょっと。いや、マジックみたいだった。これね、いや、じゃあ、イビルゲッサーで遅かったの誰だろうな。いや、長月さんが陽子かな。俺、シールド貼れる人なんだよね。おぉ。だから、陽子対抗だと思うんだよね。が長月じゃない。いや、朝日が知るんだ。まずナッシと長月で2人で宿舎前まで一緒に上がって、ナッシは金庫室に行ったんだけど、昇降機からファマスが来て、で2人で合流してエンジンに降りたところで伝え合ったから、長月が降りて殺したの。長月、イビルゲッサーならそう言って。いや、違うんだったら普通にするけど。あ、俺さ、釣るとそう、陣取ってたら終わるから。イビルゲッサーなら出たら釣られないよ。あ、そうです、じゃあイビルゲッサーです。ってことは、じゃあどっちだろう、トーマス、ナッシ、ファマスの中にそう、キツネがいるってこと。え、でもイビルゲッサーってこれ言ったら殺されるってことでしょ。そうだよ。何言いたいの、ファマス君。いやー、らしいから釣った方がいいと思うけど。シェルフ死んでる。占いがいるなら、ファマスかなし、占ってほしい、俺目線。言ったら釣られるやん。いや、どっちか、あのね、例えばファマス君がなし占って陽子だったら、もう言ってくれた方がありがたい。じゃあ言うよ。なしは陽子じゃないです。うん、まあまあまあ、まあ、トーマス君、首が締まりましたね。トーマス君、いや、まあ、トーマス君目線はファーマスが陽子ってのもあるから。確かに。片うん、うん、でもだって人狼でもないってことでしょ、陽子じゃないってこと。なんて表記されてるか聞いていい、ファーマス君。いや、だって俺もそれさ、なんか怖いんだけど。え、ファーマス、それガチ。あ、そっか、ずるいか、メタはさすがに。ファーマスなんて表示されるかってガチの占い。いや、なんか3抜きあってさ、俺が例えばさ、これで占い師ですってなるじゃん。え、でもなしの約束も言うじゃん。そしたらさ、まあ長月が俺たちのこと2人とも殺せるわけや。一旦ファーマス主張するなら、一旦ファーマス目線の主張するなら、うん、ファーマス用語長月チームで。なしファーマスするよ、ファーマス入れるよ、なし。おお、え、なんで俺に楽しませさせて、このゲームまだ最後までいさせて。これどうだ。まあどうも、僕陽子なんですけど。だよね。オッケー。いけるいけるいける。あー、どうかな。あー、いる。あ、左上、左上トーマス、左上トーマス、左上トーマス。うぅー、ナイス、押せたじゃん。待って、あ、あぶねえ、右側にいたんだ。じゃ長月さん、あとは頑張ってくださいよ。確かに、ね、長月、こっから運ゲーだよ。俺ら投票だけしとくから、もう長月しっかり悩んで、3人、あ、2人抜けば勝ちだから。まだ輝けるね、長月。ありえるのは、サイエンティストがワンちゃんに、で、占いが1、でも占いがいたらもう言ってるよね。で、シールドとスピード1、スピード1か。で、アリエヌさんが、そう、分かってんのは暇人がシェリフだったよね。なんでトーマス君そっち側に加担してんの。で、ヤチが普通にスターでしょ。で、アリエヌは何だったか分かってんの。アリエヌは分かんない。え、アリエヌって普通に人狼で釣られたんじゃないの。そう、黒なんだけど。で、アリエヌはスピードね。アリエヌの遺言でトーマス君が消えたって言ってたんですよ、うん、だから僕はまずそれを信じてサイエンティスト。消えたのも二択あるよ。いや、彼は消えたって言ったんで、サイエンティストとして言ったの。消えたが、あの、ラグで早い。そこなんだよ、まずそう、50% の賭けに勝たなきゃいけないんだよ、僕はそこの。そう。でもだよ、スピードは一人落ちてるわけだ、イニーさんで。確かに。だから、確かに。若干、サイエンティストの方が確率だったが、言ったら僕はサイエンティストにいる。さあ、どうだ。あ惜しいね。残念でした。ナイスだった。消えません。消えません。いつ消えたんだろうな。消えません。
長月占い師は？なし占い師いたよ。いたよ。なし占い師。なし占い師だったの？え、そうそうそう。あそこ対抗出るとなんか不利かなって思って無理やりパマス抜かれる可能性もあったもんね。あ、でもだからこそなしがこいつよりなっ。ちょっとでもね、もっともう勝ち確信したから長月がアリエルがなトモス君消えたって言って。あ、これ消えたんだ。あ、勝ち確だなと。この人2回も言ってきたからね。1回言って2回繰り返してる。いやおぼろ、もう勝ち確信して北総編でシールダーの存在を忘れさせて2択に絞らせたからしかも 0% の2択。俺どっちかなんだと思って。シールダーは全然ありえるとは思ってたけど 0% の2択面白すぎて。トーマス君に関してはありえぬがそんなこと言ったんで聞いたって言ったんで。ありがとう、ありえぬ嘘つきなんだ、信じないでくれ。じゃあラスト一戦やりますか。マジ、お前次俺シーフだったら一番最初に神に下がってこいよ。ザコここってこと。ザコお前は今俺に2連敗してる。分かるか、振り上げこの差が。お前は今2連敗。なんかインポスターあんま勝ってないな。確かに難しいのかな、やっぱり。まあ、ヨーコもいるしな。ペンガッキー、あ、セリフじゃないから噛めない。なし、セリフだよ。噛めない、噛めない、噛めない、いますよ、噛めない。まもなく1番線からのぞみさんを、あれ旭君はのぞみのさん、奇数ってさ、上りと下りどっち？奇数は下り。あ、奇数は下り、オッケー。暇人さん探す旅に出るか。暇人さんいた？サンクを。アーカイブだな。じゃあ、照明修理だ。何？あ、奇数は下り、オッケー。待って待って、やめて、もうちょっとアモンガスさせて。自分してるやついるんだけど。多分なんかメインホールで会って、俺が今メインホールにいて通報あったから押して、で俺がちょうど貨物か展望デッキの、あのどっち行こっかなって迷ってるところでうろちょろしてたら、突然なんか右下に光っ、右下光って押したら、とりあえずさっきまで二人さん弾けんのがペニガキなし。そうね、ペニガキベノムさんは違うよ。また俺、あれ、貨物室にいたよ、俺。で、結構、側近だから。キッチン脇ね。俺、展望デッキで電気直そうとした。え、今怪しい人誰？いっぱい。いや、いっぱいだな、これは。わからないよ。そう、誰？俺と誰？あと。あのさ、俺さ、今さ、情報量増えるとわかんなくなるよな。うん。シャワー室とメインホールのところがうろちょろしてた。え、海はどの辺だった？え、左左左、あのエンジンルームと、じゃあ知らねえ。めっちゃ小さな音。エンジンルームになんか2人ぐらい見さ、自分の他にいたのは見たけど。俺と長す、色はエンジンルームから動いてないから、そこは2人とも、うん、しっかりと。さあ、残るはトマス君は、はい、アーカイブ脇で今、ラウンジに向かってたとこ、手で起きて、本閉まってラウンジ向かってるとこ。ペン書きラッシュ見た？いや、見てないけど。見てないよ。アーカイブ脇ね、俺。アーカイブ脇で本閉まってて、しまい終わって手で向かうか、みたいな。じゃあナッシーがね、ラウンジのどこ10秒ぐらいまでにナッシーが決めてもらわないと。ナッシーラウンジのどこ？ナッシーはもうシャワー室まで歩いてるよ、ちなみに。は？ええどこ？アーカイブ回ってってこと？そうだから、トーマス君ともすれ違ってないし、え、アーカイブで本閉まって停電が鳴った段階でなった、本を閉まい終わって右向かってる。あ、じゃあそれだったらすれ違いがあるがゆえに、どうしよう。え、誰がいいのこれ？決めろ。アリエヌさん、貨物室湧いてるじゃん、お前。待って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 、全然話聞いてなかった。え、なんでみんな死にとってんの？ちょっとこれごめんごめん、アリエヌさん。ちょっと待って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 、違う、思ってたのと違う。電気直さなきゃ、あ、早い。セリフ消えるってまあまあやばくね？セリフ抜きって結構きついぞ。いい、まもなく、あ、ちょっと寝かしたいのにな。あ、リエル一番ないのおもろいだろ、マジで。やばすぎだろ。普通にだってさ、待って、あのさ、話まとめるけど、エンジンで4人ぐらい湧いたんだっけ？そうだね、湧いてた。で、普通に、誰だっけ？ファマスとウミナに挟まれたのが4人でしょ？話聞いてる感じ。ちょっと待って、もう一回整理しよう。このまま行くとさ、これまたナッシーが何指定することになるの？そうだ、え、待って、抜いてよ。呼んでくれ。ちょっと待って。エンジンルームに、朝日とヤチが一緒にいて喋ってて、で、メインの方に、違う違う。長月と、違う違う、ヤチは上から降りてきただけ。自分宿舎前通路かな。長月と朝日がエンジンにいて、ヤチは宿舎前から降りてきてて、でメインに多分ファマス、イニン、
みんなの順番で行ってるのかな、話聞いてる感じだ、うん、多分そうだね。で、暇人が貨物側で、ペニガキとナッシュとお礼とアリエヌで湧いて、うん、はいまあ、ナッシーとペニガキとナッシー、ペニガキ、俺の順番かな。で、俺も一応アーカイブにいたって言ってるけど、ナッシー目線は見えてなくて、で、暇人はどこにいたんだっけ。いや、キッチン分けで展望デッキの停電直したっていう状況ね、直前だよ、それって。え、もっと前の話じゃない。これ絶対殺せないのって誰。だから右側だ、多分貨物にいたアリエヌ、ベノム、ペニガキは無理なんじゃないかな。はい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 、普通にファマスはキャンで右抜けてるとか、ウミネが地紙とか、もしくは透明なやつが挟んでたとか。で、暇人がキッチン店舗行ったって言って、そキッチンからメインベントとか行ってたもありえるから。やちは普通に宿舎マイク通路から降りてきて、エンジンルームから左に行ってんの、多分朝日くんたちが見てるはず。自分だって通信室の方に行ってるから。惑わさないで、これ。ほら、私決めないで、惑わさないで。5秒まで行って、5秒まで行って。いや、言って、誰誰誰誰。じゃあファマスで行きます。待って、本当に頼みます。ごめんな、ファマスくん。分かったのか。ごめんな、これは正解。俺スピードブースターなんだよ。スピードブースターなんだ。あー、もう一回ボタン押そうぜ、誰か。ああ、やばい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 、やっちゃったね。もう一回押しに行くわ、俺。もう一回おもろいな、すごいことになってんな、これ。リビルゲッサーいるのに、リビルゲッサー働かず。いや、これナッシーゲッサーだから。おいおい、空気読めよ。ここからナッシーが決めるんだろ。あ、待って、ナッシー押してあげるね。ナッシー押してあげるから、直して。はい、これ、あー、オッケー。あ、オッケーオッケー。よし、じゃあナシもう一回頑張ろう。なあ、ナシもう一回頑張ろう。もう一回状況言おうか。もう一回言って。じゃあ全然把握しきれてない。まずどこに死体があったの。まずどこに死体があったの。これさ、何も考えなくても9分の4人海なんだよ。首外してるのすごいよな。え、多分これ人道目線もやばい、村釣りすぎだよって思ってる。そろそろ出てこない。さすがに焦り始めるぞ、こっち。え、急に言うてナッシーがもう隠しちゃった。ナッシー、でも待って、今こっち人道側もって言われた。こっち言ったよな、朝日くん。今こっち言ったよな、朝日くん。待って、こっち言ってない、言ってない。いや、これでも長月朝日で虹人道全然あるんじゃね。ナッシーです。ナッシーが決めればいいんだよ。だよね。え、でもウミネア目線だと中月朝日二人狼でも噛めないんじゃないの。あ、そうなの。それはそう。さっきトムスくん言ったら透明だったら噛めない。あー、いたって言ってるだけで実は透明で来てた。オッケーオッケー。え、で、ヒマジーさんは何。あ、そっか、ヤツさんは僕たちのこと見てるんで。ヒマジン、ナッシーがヒマジンさんは何って、ほら、役職だって。違う、そういうことじゃなくて。あ、ちょっと違う違う、約束言った方がいい。どこにいたのって、そう、一番初めでしょ。俺はずっとキッチンで、展望デッキ停電直してた。え、じゃあナッシー、トーマス透明でメイン、トーマス君行きたいかも、じゃあ。いいね。え、じゃない。だってそうなってくると、もうかなり俺目線だと、あの、透明でも弁当入れて、キッチンの弁当はエンジンのメインに繋がってる。私5秒で決めて、5秒で。待って、なんでそんな難しいこといきなり喋り出すの。トーマス君、おいおいおい、おお、役職終わった。あいつ仕事終わった瞬間殺されんの、おもろすぎだろ。あー、なんかごめんさせられた。トーマス君釣るまでになんか3ステップくらい積んでるんよ。当てちゃってるし。いや、中途半端だな。中途半端に当てやがったな。ダメだって、中途半端に当てちゃねえ。中途半端だった。こうやって噛みすぎたらダメだった。待って。あ、朝日噛みそう。いや、これやりたかった。これがやりたかったのに、みんなずっとなんかなしの。もういいよ、朝日くん来るだろ、お前。パシン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 。あ、逃げた。何もしてないのに逃げんじゃねえよ、バカ野郎。何を言ってんの。あら、お、朝日くんが黒の動きしてるんで、朝日くん釣りたいと思います、僕。なんでなんで。お、明らかにあの迷ってる時に朝日くんの動きしてるんだもん、キルするタイミング。違う、黒だろって言われるから、お前パチンパチン言うたやん。ベノムさん右。あ、それわかんない。最後、ペニガキがボタン前に立ってたのは見てる。朝日くんを通信室あたりで置いて、上に走って、なんかこう、僕ミーティングまで行ったってのは、右側だとしたら朝日くんでもなさそう。うん、朝日くん、俺じゃない。うん、テンポデッキでやったから、ね。夏木さんも違う、基本的に違う。10秒ぐらいしたら遅うかな。俺は貨物の右下の金庫に、あの、難攻不落の、どこで死んでたの？
あれしてる。あ、これボタンだから分かんない。いや、分かんない、これ。通報じゃないかな。通報じゃない。あ、ボタンなんだ、これ。僕単純に朝日くんが動きちょっとやばかったんで、釣りたいなっていう。ヤスさんがどっか来たか分かんない。あ、右行ったでしょ、ヤスさん。ヤスさんね、左にいるんですよ。来いた。まあまあ、電気の途中は分かるけど、電気なしにした時は分かるけど、その後どっち行ったの？コックピットの方なんだけど、照明できる人がいなすぎて、いや、右側に行ったの、ちょっと自分の方は見えてるんやけど、多分、島人から見えてないんだろうなって感じする。右側行った。でもこれまだ4個の通信室から右側に行ってるみんなの姿は見えてるんよ、武器庫の方から。だけど最後見えた、見えてない。いや、さっき電気を開けたところしか見てない。いや、多分ね、自分からしか見えてないんだと思うんだよ。磨きはピン掛け上なんでしょ。海屋さん、あ、海屋はあれ、貨物の右下のあのピン庫。いや、早すぎる、それは。いや、もう何もなかったから、もうとりあえず入れた。でも、いや、これ暇人じゃない、これ暇人でしょ。いや、俺噛めないって。だってこれでも来てなければ。いや、これはヤバすぎる。え、だったら朝日くんとかそういう怪しい人釣るべきだよ、これ。これガチで違いそうな雰囲気あるんだけど。ガチで違いそうな雰囲気あるんだけど。やばいやつ釣っちゃった。どう？お前、えらいことし、やばいことしちゃった。はい、お前人狼やつさん。違うんすよ。違うの？自分普通に、まあ、暇人シロだと思ってるから、うん、あの、うん、朝日くん怪しすぎてこれで欲しないかなって見てたの。 あのピン焼きがワンチャンあるかもしれない。あー、釣り感だ。ナイス。あら、ナッシュありがとうね。ナッシュ、お前さ、やばい。ナッシュ、ナッシュ、俺よりやばい。結果的にトーマスくん釣れたしね。あ、そうだね。トーマスくん釣れた。そうだね。仕事果たした。ナイスだった。冷水だったらしい。やばい。トーマスくん釣るために何人犠牲にしたの？まず一番最初に関しては絶対ありえないとこ釣ったのは、ちょっとお前びっくりした。俺、一緒に貨物いたって言ったのに。お前停電入れて爆速で走りながら噛むと誰にもバレないんだな。いやー、 GG でした。俺勝った。 GG。 GG。